さあそれでは監督キャストの皆さんは今日の公開初日どんなお気持ちで迎えられたんでしょうか皆さんからご挨拶を頂戴してまいりましょうまずは山田洋次監督ですどうぞよろしくお願いいたします、えー、皆さんよく来てくださいましたあの今から5年前の3月11日といえばちょうどクランクイン東京家族という作品のクランクインを控えて、まあ、準備に大あらわで えー、キルトの毒なサチュエーションにいたんですがあの地震になってそしてそれからあの恐ろしい福島原発のメルトダウンになってこのままクランキングするわけにいかないとこの大きな日本の歴史に関わるような大事件がなわけですからねであのしばらく延期しようということになったあ,のあれからもう5年経ってしまったわけですが。 あのその翌年「東京家族」って作品は完成しましてでその家族東京家族の出演者は全部ここにいらっしゃる皆さんでそれで一緒に仕事をしながらあの一緒に仕事してるうちにだんだんこうみんなの気持ちのいいアンサンブルができてきてなんかもうこのメンバーでもう一回絵が作れないだろうかなって話をみんなでしててで今度は「喜劇」がいいんじゃないかなとだから今度はタイトルも「東京家族」じゃなくて例えば「失速家族」とかね 脱線家族とかそういう感じの,あの面白い作品ができないかねなんて話をしているうちに本当にそういう作品を書いちゃいができちゃいましてねそしてあのタイトルは「東京家族でもなくて脱線家族でもなくて男はつらいよ」の「つらいよ」を借りましてね「家族はつらいよ」というタイトルをつけてあのこうして3月今日の風切りをあの迎えたわけです。本当に朝から大勢の方が来てててくださってとっても あの、ありがたいと、ありがたいと思います。本当に今日はありがとうございました。山田監督どうもありがとうございます。それではキャストの皆様ですね。一家の主、平田修造を演じられました。橋爪功さんです。どうぞよろしくお願いいたします。面白かったですか。<laughs> <laughs> ありがとうございます。あのー。 さっきここへ来るまでにこれからご覧になるお客さんの前で舞台挨拶さつと思ってたんですご覧になった後だって聞いてすっごい嫌な気持ちになってもう帰ろうかなと思ってるんですけどあのなんか大学入試かなんかでもう合格者が決まっててその前行ってんのをなんとなく皆さんに見られてるような感じと言いますかなんかさっきから「 本当にあのまだ今日も寒いんですけど、まあ、春ですよね、今ね、えーまあ、私、春の,あのこの前もちょっと言ったんですがあの梅は咲いたか桜はまだかいなって歌が大好きで、えー、今回、本当に待ちに待った春が来て、えー、切りということで、えー、皆さんとこうやって、あのー、ご挨拶できるただ今、心の中は花びえでございまして。 えー、一発あの、気合いでも行こうかと <laughs> 嘘だろうってみんなそういう顔してますんでやめます <laughs> いや、そういう家族なんですよ、ここは今日、なんかちょっと格好にいい格好してますけどもさっきご覧になった通りとんでもないあの <coughs> それぞれ、ま、マイペースたひどい格好で、えー、本当に。 孫にも衣装ってこのことだね、でもね。<laughs> どうもありがとうございました。あの。ぜひご検討くださいま。すずめさん、ありがとうございます。え、そして、修造の妻、平田富子役を演じられました。吉行和子さん、お願いいたします。まあ、この初日を迎えられて、本当に嬉しく思ってます。まあ、こういう夫に仕えておりますので。 私もとても疲れましたけれども、でも今回はいろいろ波乱番長がありまして、最初言いたい放題、いろいろ言わせていただいて、すっかりストレスは解消したんですけれど、まあ、ご覧になった、皆さんご覧になったからお分かりでしょうけど、ああいうことで収まりまして、本当に良かったなと思っています。どうぞ皆さんこれからも あの誘い合わせてご覧になっていただけたら嬉しいと思います。ありがとうございました。吉永さんありがとうございます。え続きまして修造の長男平田幸之助役西村正彦さんです。お願いいたします。おはようございます。西村正彦です。待ちに待った公開初日こんな大勢の方に何と、えーえー、言いますかね大勢なか の方とともに、迎えられたこと。感謝しております。本日は誠にありがとうございました。西村さん、ありがとうございました。え続きまして、幸之助の妻で、平武家の嫁、不明役、夏川由衣さんです。本日は、あの、本当に、ありがとうございます。寒い中、あの、本当に、とても嬉しく思っています。えっと。 この映画を撮りながら私は嫁って嫌だなって正直思ってこんなに切ないものかと嫁はと思いましたが映画を撮影が続きながらそして作品が出来上がって見た時に家族って本当につらいなと思いながらも私はこの映画を見て少し羨ましいなこういう家族はと思いました。どこかこかう 面倒臭いんだけど、なんか愛おしくてなんか集まっているとホッとするような、そして言いたいことが言い合えるそんな家族がとても私は愛おしく思っております。今日はありがとうございました。続きまして修造の長女,長女ですね。金井茂子役は中島智子さん。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日は本当にありがとうございました。 あのもうご覧いただいたということなのでドキドキするばかりなんですけれど本当に家族っていうのは何でも言い合えて喧嘩もできるっていうことがこんなに幸せなのかなと思えるような映画だと思います言いたいこととかちょっと分かったなと思うこととかご家族に思うことをいっぱいふつふつとしたんではないかと思いますそんなものを抱えたまんまどうぞお帰りいただいて皆さんにいっぱい話していただいてその人をまた連れて またご覧になっていただけたらと思います本当に今日はありがとうございましたありがとうございます茂子の夫太蔵役は林屋正蔵さんですよろしくお願いいたしますどうもありがとうございました本当、えー、家族って辛いなって思います先ほど夏川さんが羨ましいなって言ったのはぜひうちに来ていただければすぐ辛いということがわかるのではないかなと思います <laughs> でもあのおふくろもこの映画視野で見てきてなんかすごくその晩は家族でみんなでいろんな話ができてあ,あやっぱり家族は辛いよでもいいもんだなっていうのがこの映画の趣旨ではないかなと思っておりますどうぞ皆さんも映画を見終わった後ぜひお友達にもこの映画はいいよと言いつつも家族の方を大事にしていただければと思っております本日はどうもありがとうございましたありがとうございます